そして FIFA ワールドカップロシア大会で日本中が沸いた今年、ひっそりと引退を決意した元日本代表がいた。このブラジルを日本の若いイレブンが倒すのか、まもなくメキシコのアルプンディアさん、試合開始のホイッスルです。心から拍手を送りたいという気持ちです。大歓声が起こるかどうか。よし、これが蹴りたいんだということが多いと思いますが、どうでしょう。ベベット声が当たりました。ゴールキーパーカンチ、ナイスセーブ。ナイスセーブです。このサビをずっと上がって折り返した。カンチ、ナイスキープ。左足でカーブを描いてくるゴールライン。カンチパンチング、そのシュート、アルチュアンバーが取りました。オレンジボールに日本のサッカー奇跡を起こしました。もう一度サッカー人生を歩むならどのポジションがいいですか。いや、もう一度キーパーですね、やっぱり。はい、やはりキーパーの練習が好きでしたし、やっぱり最初に見てキーパーがかっこいいなって思いましたから、僕のためだけにこれだけの方々が集まってくれた、もしかしたら自分がプレーしてきた中で今日が最後に嬉しい日です。僕は確かにここに立ってる。